芋川用水は、長野県信濃町土葬地石の鳥居川から取水し、飯綱町の大字芋川から、大字、赤潮のまだらお川に合流するまでの 29km を流れる農業用水路である。開削から400年、今も同地区の水田を潤している。平安時代、芋川には、芋川市の荘園が成立し、まだらお川の水源により、稲作が行われていた。しかし、室町時代から江戸時代初期、米の需要の増加から、水田の開発が必要が高まり、水源を鳥居川に求めた新たな用水の開削事業が必要となった。事業開始当初、現在の長野市篠ノ井市尾崎の清水小右衛門が携わり、大字、芋川の中村大樋までの 21km が開通した。その後、飯山藩の野田喜左衛門が事業を引き継ぎ、大字東、橿原までの 8km が掘り継がれた。開削年は、諸説あり、江戸幕府開府と同じ1603年とする説が、現在では有力である。1847年5月8日に起きた善光寺地震で用水の難所はことごとく破壊され、通水が不可能になってしまう。復旧策について、用水関係者が協議した結果、塗装の屏風岩から芋川、村字、坂下までの721軒余りの距離を一直線に掘り貫き、通水することに決定した。復旧計画では、当地における技術者の確保が難しく、江戸本所番場町棟梁、高田焼三郎に設計、作業の指導を依頼。9月に着工し、翌年3月3日を完成予定期限とした。総工費793両の事業であった。しかし、難工事のため大勢の犠牲者が出て、工事そのものも完成期限には間に合わなかった。仕方なく、壊れた用水の修理を行い、その年の稲の作付けに間に合わせた。この修理と並行して、掘り貫き工事も行うと、用水の恩恵を受ける村の役人に書状を出している。工事は、地震から2年後の1849年8月25日、ようやく貫通、9月20日通水しこれを祝う、お祭りが盛大に行われた。この時、事業の開始から、飯山藩の多大な助成があったことから、役人による見分が行われた。しかし、翌年1850年1月28日の昼頃、掘り貫きの下流出口が崩落。なんとか復旧を試みるも、重機もない時代人力ではどうにもならず、同事業の契約時、福王寺村との議定により、当初事業請負の契約通り、従来の用水を修理し、通水することとなった。近代、昔ながらの盛土と切通しによって作られた用水は、洪水の時は崩落したり、漏水により、下流まで水が行き渡らないことがあり、たびたび水争いの引き金となった。このため、1979年度から、県営灌漑排水事業、芋川地区が始まり、主に3面コンクリート張りへの改修が行われた。工事ができるのは、水田が水を必要としなくなる9月上旬から。しかし、冬季の積雪により11月下旬までと年間を通した作業期間が短く、年度ごとの改修工区は数百メートルにとどまる。1998年、事業は農業用水再編事業へ引き継がれ、2005年現在、その 70% が竣工、以後2008年まで事業が行われる予定である。当初石積と盛土が主な工法で作られた同用水は前述の改良事業によりそのほとんどが3面コンクリートになっている。用水と並行し一部区間を除き管理道路が設けられている。用水の平均勾配は1パーミルで地図を見ると等高線とほぼ平行に作られている。また山の北側を迂回するところは若干勾配が急になっており、水流を速く、また南面の日当たりの良い場所は、勾配は、さらに緩く水流が遅くなるように作られている。この方法により、水田に供給する水の温度を上げる工夫がされており、当時の測量、土木の技術水準の高さが伺える。用水から水田へは、各々の堰へ水を流すように樋が設けられている。鳥居レ口前慶信の町戸総地跡に、鳥居側から芋川用水への鳥居レ口がある。鳥居レ口は平成7年の洪水により、その鳥居レ口の設備のほとんどが破壊され、現在の設備はその後復旧されたものである。鳥居レ口の脇に水神が祀られていて、毎年4月20日の水揚げに水神儀話がここで行われる。伝承によると、清水小右衛門の妻文は、用水の掘削事業に巨額な費用と多くの犠牲を払っても、鳥居レ口に浄水しない夫の苦労を見かね、自ら人柱となり受水した。すると用水には、満々と水が浄水した。と伝えられている。鳥居レ口から下流の 3.5km は鳥居川が作り出した V 字谷で、同用水の難所が続き、屏風岩、対極などの地名が並ぶ。紫岩は難所の 3.5km の後半にあり、断崖を掘りトンネル状にしたものだが、岩盤は非常に脆く、芋川水道が開通してからは使われなくなり、紫岩の水道は今も崩落したままである。芋川水道出口およそ 1km のコンクリート製のトンネル、芋川水道が開通している。竣工は1971年である。大字、芋川の若宮で、まだら尾川と芋川用水が交差する場所。当初は用水がまだら尾川の下を通るように作られ、干ばつの際は用水にまだら尾川の水を供給できるように、まだら尾川の底が数枚の石板で作られていたが、改良工事が行われた後は、用水がまだら尾川の上を通るようになった。芋川用水は工事の始めから同地区の農民が作業に携わり、現在に至って手入れは地元住民の手で行われている。年間を通じ大きな作業は4月の常さらいと7月の青刈りがある。青刈りは用水両岸の草を刈り取る作業である。常さらいとはせぎさらいのことで、主に川床に溜まった土砂をあげたり、冬の積雪による倒木を取り除いたりするのが主な作業である。前述の改良工事が行われる前は1日仕事であったが、工事後は3時間程度で済むようになり、大幅な効率化が図られるようになった。ありがとうございます。